どうもコブルです。今回はバトルフィールド2042についての紹介です内容としては技術テストの招待者向けに開始クライアントは簡単にアンチチートを使用について紹介ですバトルフィールド2042の記事として技術テストの招待者向けに開始クライアントは簡単なアンチチートを使用 先週 EA がバトルフィールド2 0 4に技術テストの招待状を一部の人に送ったとお伝えしていたのは覚えていますかその招待状を受け取った方はバトルフィールド2 0 4に技術テストのプレロードが開始されています。PC では 17GB にもなります。他の技術テスト参加者からも情報を得ています。 なお、このファイルは技術テストのみのもので、ゲーム本編ではそこまでのサイズにはならないとのことです。また、PC 版のバトルフィールド2042ではチーター対策として e ージーアンチチートが採用されていることは確認されています。 ダイスの次期シューティングゲームでチーターが横行しないことを期待している人にとっては間違いなく朗報です今回はバトルフィールド2042技術テストの招待向けに開始クライアントは簡単なアンチチートを使用ということでそちらについての紹介をいたしましたまたバトルフィールド2042の情報が上がり次第上げていきたいと思います